セロはアメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の14番艦。艦名は西インド諸島に生息するサバカサワラ族のセロマッケレルにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。セロマッケレルセロはコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年4月4日にディーバーアベイ夫人によって浸水し、 艦長デビッドシーホワイト中佐の指揮下、1943年7月4日に収益する。8月17日にニューロンドンを後にして、真珠湾に向かった。9月26日、セロは最初の紹介で、東、シナ海及び航海方面に向かった。この時、アメリカ海軍で最初のウルフパックが編成され、セロはシャード及びグレーバックと共に、 セロに上官したチャールズ・モン選手ン令の指揮下で行動することとなった。10月12日未明、セロは北緯28度30分統計137度28分、北緯28.500度統計137.467度、28.500137.467の父島の西南西300海里の地点で3隻の輸送船と2隻の駆逐艦を発見。 9500トン級輸送船、6000トン級輸送船及び5000トン級輸送船に、対し魚雷を6本発射し、3つの命中を確認する。新進路先行で、爆雷攻撃に備えた後、正午前の2度目の攻撃で、最初の攻撃で、航行不能となった9500トン級輸送船に、対して、魚雷を3本発射し、3本とも命中させたが沈む。 気配も何も何起こらなかったこの時来撃されたのは、第3000戦団に加入していた、特務官マミアであり、マミアは後部を大破し、定4号輸送作戦に従事中の軽樹二洋艦イスズなどの救援を受けた。10月27日未明、セロは、前夜に会合したシャードが、グレーバックと共に、マレー8戦団を攻撃していることを示す複数の、 魚雷爆発音を聴取するが、おこぼれにすらありつくことができなかった。11月4日夜、セロは、北緯32度50分統計125度57分、北緯32.833度統計125.950度、32.833125.950の底トライは近海で、第111戦断を発見し、 北緯32度28分統計125度18分、北緯32.467度統計125.300度、3 2 4 6 7十2 5 3 0 0の地点に至ったところで、戦団の戦闘船3隻や戦団から、後を落としていた、陸軍輸送船極光丸に対して、魚雷を、計9本発射し、10、000トン級輸送船に1本、 7500トン級輸送船に2本命中したと判断されたが、極光丸をはじめ第111船団に被害はなかった。11月11日には、北緯30度50分統計150度17分、北緯30.833度統計150.283度、30.833150.283 30. の地点で特設艦指定に対して、 4インチ砲と機銃による攻撃を行った。11月16日、セロは52日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がエドワード F ディセット少佐に変わった。12月13日、セロは2回目の紹介で、トラック諸島及びニューギニア方面に向かった。トラックとカビエンカの航路を紹介し、12月23日には、 北緯03度10分統計150度45分、北緯3.167度統計150.750度、3 1 6 7五5 0 7 5 0の地点で、アタゴ型従順洋艦を発見し、追跡を行うが、駆逐艦と航空機の出現により追跡は、継続できなかった。この紹介で、攻撃機会はなく、紹介終了後は、ミルン湾に行くよう命令された。 1944年1月12日、セロは29日間の行動を終えて、ミルン湾に帰島した。2月4日、セロは3回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。2月16日午後、セロは、北緯零零度10分統計147度34分、北緯零点167度統計147.567度、 0.167147.567の地点で6000トン級輸送船と2隻の護衛艦を発見。追跡の上、日付が二月十七日になってから北緯0 0 °五十三分、統計四十六度二十六分、北緯零点八八三度統計十六点四三三度、零点八八三百四十六点四三三の地点で魚雷を四本発射し、一本を 海軍徴陽船上山丸に命中させて撃沈した。翌2月18日午前にも、北緯02度43分統計143度48分、北緯2.717度統計143.800度、2 7 1 7十4 3 8 0 0の地点で輸送船団を発見したが、顔ぶれは前日に攻撃した船団に告示していた。 近在のピートと連携して1日以上をかけて、船団を追跡し、2月19日夜に、北緯03度22分、統計138度28分、北緯3.367度、統計138.467度、3.367、138.467の地点で、清田から糸丸急輸送船に対して、魚雷を6本発射。 魚雷は2本が命中して目標は沈没したと判断された。2月21日午前にも、南イ0ー度18分統計139度42分、南イレ300度統計139.700度、マイナス0.300139.700の地点で8600トン級輸送船と6000トン級輸送船から、なる、輸送船団を発見し、 午前に二つの目標に対して、魚雷を六本発射して一つの命中を確認する。午後にも8600トン級輸送船に対して、魚雷を三本発射し、一つの命中を確認したが、損傷止まりであると判断された。この8600トン級輸送船は行き足を止め、セロは2月22日早朝に三度目の攻撃で、魚雷を四本発射したが、目標が止まって、 爆発音も聴取したにもかかわらず、魚雷は命中しなかった。一連の攻撃で、陸軍輸送船ハッシュマ丸が損傷した。2月27日、セロは23日間の行動を終えて、ミルマンに帰島。翌日出港して、ブリスベンに開港され、3月2日に到着した。4月3日、セロは4回目の紹介で霊と共に、パラン方面に向かった。 4月8日から10日までは、ホーランジアの戦いに先立って、タナメラ湾に偵察部隊を送り込む、特別任務に就く。特別任務の終了後は、1ヶ月以上も項目標になかなか巡り合わなかったが、5月21日に、北緯0 0度1 5分統計1 2 8度5 9分、北緯0 2 5 0度統計1 2 8 9 8 3度。 0.250128.983の地点で、中型輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を4本発射して一つの命中を確認する。2日後の5月23日朝、セロは、北緯02度38分統計128度08分。 北緯2.633度統計128.133度2.633128.133のモロタイ島西方海域カウアン港でセブ島からハルマヘラ島に向かう H26 船団を発見 H26 船団に対しては前日5月22日に霊が攻撃を行い輸送船天平丸を撃沈していた7時32分 セロは戦団に対して、魚雷を6本発射し、輸送船大巡丸に1本が命中して、大巡丸は栄光の斐なく爆発して沈没。また、霊と共同で、タンカーケンは丸を撃破した。6月2日、セロは60日間の行動を終えて、マヌス島イアドラー湾に帰島した。特務官鶴見6月26日、セロは5回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。 7月1日、セロは、北緯05度15分統計125度38分、北緯5.250度統計125.633度、5.250125.633の地点で、ダバオから、タラカン島に開港途中の戦艦不走と、駆逐艦朝雲、満潮の分けを発見するが、約2万2000ヤードまで接近するのが、精一杯だった。 7月22日には、北緯05度10分統計128度37分、北緯5.167度統計128.617度、5.167128.617の地点でントン級小型輸送船と護衛艦を発見し、夜に入って、魚雷を6本発射したが命中しなかった。8月5日、セロは、 北緯05度53分、統計125度41分、北緯5.883度統計125.683度、5.883、十2 5 6 8 3, 3の、ダバオデルスルーシューカイアポンが北東20キロの、ダバオアンコーで、特務艦鶴見を中心とする輸送船団を発見し、セロは船団を東側に見る体制で、襲撃運動を開始。十一時十三分に、 鶴見に対して、魚雷を6本発射し、うち4本が鶴見に命中して11時30分に横転沈没した。8月20日、セロは56日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。この後、セロは9月13日にブリスベンを出港し、9月18日にダーウィンに到着した。9月19日、セロは6回目の紹介で、 ミンダナオ島方面に向かった。10月17日、セロは、第一の特殊任務のため美ク島南東のミオスウンディ島に立ち寄り、16名の陸軍兵士と17トンの物資、2名の海軍士官を受け入れた。これら兵員と物資は、ルソン島西岸部中の内北位16度49分04秒統計120度19分00秒。 北緯16.81778度統計120.31667度、16.81778120.31667のダリガヨスイリエト、北緯17度17分02秒統計120度24分05秒、北緯17.28389度統計120.40139度、 17.28389120.40139のサンチャゴカーブ、北緯15度01分05秒、統計121度32分05秒、北緯15.01806度統計121.53472度、15.0180621.53472のルソン島東部マサンガ川川,川口付近の3カ所に、揚陸することになっていた。折しも、 レーテオ機戦直前であり、セロはギターロが接触した栗田竹雄中将の艦隊に関する情報を受信しつつ目的地へと向かう。10月25日朝、セロは第一の目的地であるダリガヨスイリに到着するが合図の信号が見つからなかった上に火が昇って日本の航空機の姿がいくつか見受けられるようになった。セロは先行して 木をうかがい、夜になって浮上して、場所を変えての揚陸を試みたが、うまく行かず、やがてコッドが、海軍徴用船浅間丸などを含んだモマレイオン、船団を発見したため、特殊任務を中断して、その迎撃へと向かったが、モマレイオン船団に対する攻撃はできなかった。10月26日夜と10月27日夜にも、揚陸のための接触を試みるが、 校舎では、気を伺っているとに、北緯16度58分、統計120度18分、北緯16.967度統計120.300度、16.967、二2 0 3 0 0の地点で2隻の100トン級海上トラックが出現し、セロは4インチ砲と40ミリ機関砲、20ミリ機銃で、命中弾を与えて座礁させた。 10月28日に至っても接触できなかったため、セロは第二の目的地であるサンチャゴカーブに移動することとなった。10月29日朝にサンチャゴカーブに到着したセロは、早速信号を取り交わすが、陸上側では、プランとは違う信号を出したり、現地の人間が海岸に出てきて、セロをただ観察するのみだった。 翌10月30日朝にも接触を試みるが、成功せず、損傷した1万トン級輸送船を中心とする輸送船団攻撃に移った。夜にも接触を試みたが、応答はなく、セロは第三の目的地であるマサンガ川川口に向かった。11月2日夜にマサンガ川川口に到着し、この時は現地ゲリラとの接触もうまくいき、 兵士と物資を無事に養陸。その代わりに3人の兵員と1人の子供を引き取った。4人の内訳は次の通り。任務終了後、セロは11月3日に、日本の旅行潜水艦から来撃を受けたが回避した。11月4日、ルソン海峡に到達し、11月14日に、サイパン島、タナパグ湾に寄港。11月24日、 セロは62日間の行動を終えて、真珠湾に帰島メアアイランド海軍造船所で、オーバーホールに入った。また、艦長が、レーモンド・バートン少佐に変わった。オーバーホールを終えたセロは1945年3月18日に、真珠湾に戻った。3月31日、セロは7回目の紹介で、日本近海に向かった。この時期は、 日本側には、目星い船舶は残っていなかったとはいえ、セロは、多くの戦果を挙げた。4月19日には、北緯31度08分統計136度59分、北緯31.133度統計136.983度、13 31.133136.983の地点で、特設艦指定第3位鈴丸を発見し、 魚雷を2本発射して1本を命中させて撃沈。4月22日にも、北緯31度38分統計139度00、分、北緯31.633度統計139.000度、31.63339.000の地点で、特設艦指定始まるとも多い一隻の特設艦指定を発見し、1本のマーク27、 誘導魚雷による攻撃を行ったものの成功せず、浮上しての砲撃で味丸を撃沈して、もう一隻を敗走させた。4月29日7時58分には、北緯39度15分統計144度58分、北緯39.250度統計144.967度、 39.250144.967の釜石湾沖150度24海里の地点で、タンカー大衆丸を発見し、魚雷を4本発射して1本しか命中しなかったが、大衆丸は爆発を起こして6分ほどで沈没した。5月4日には、北緯39度28分統計142度04分。 北緯39.467度統計142.067度、39.467142.067の都戸ヶ崎東大183度4.5回里の地点で3隻の輸送船からなる輸送船団を発見し、輸送船新ペンマルに対して魚雷を2本発射して1本を命中させ、2度目の攻撃でも魚雷を2本発射したが命中しなかった。 さらに、マーク27誘導魚雷を護衛艦に向けて発射したが、これも命中しなかった。それでも最初の攻撃による損傷により、新ペンマルは沈没した。5月6日、正午頃に、北緯39度06分統計141度56分、北緯39.100度統計141.933度、 39.100141.933の地点で発見した、中型輸送船に向けて発射された3本の魚雷は、命中しなかったが、5月13日には、北緯39度07分統計141度57分、北緯39.117度統計141.950度、39.11741.950の気仙群。 吉浜村沖で輸送船人まん丸を発見して、魚雷を3本発射し、1本が命中して撃沈した。5月20日夕刻には、北緯37度40分統計143度12分、北緯37.667度統計143.200度、37.667143.200の地点で、 トロール船を発見し、マーク二十七誘導魚雷を一本発射したが、命中しなかった。深夜に入ってから北緯十八度零六分時計百四十二度二十四分、北緯八点一零零度時計百四十二点四零零度、三十八点一零零百四十二点四零零の金華山島大沖で、捕鯨船、第五関丸を発見して、魚雷を二本発射し、 一本は確実に命中して、もう一本も命中と推定され、これを撃沈した。5月27日、セロは56日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。6月27日、セロは8回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、近日第38任務部隊による大規模な空襲が実施される予定なので、 主に搭乗員救助と、日本側の出方を探る監視役の役目を担った。7月15日、セロは搭乗員3名を救助した後、知りアい崎灯台を艦砲射撃して、損害を与えた。3日後の7月18日、セロは、北緯45度14分、東計148度41分、北45.233度、東経148.683度、 45.23348.683のエトロフ島の沖合に移動して紹介していたが、突然、天山の爆撃を受けた。セロは、震度130メートルにまで被退して、爆撃を避けたつもりだったが、それでも被爆した。潜望鏡が使用不可能となり、セロの内部機材やジャイロコンパスが破壊され、船体自体もねじれてしまった。セロは、任務続行を断念した。 7月30日、セロは33日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。セロは帰還する途中の1945年11月5日に、ニューオーリンズに帰港した後、1946年6月8日に、ニューロンドンに到着、予備官となった。1952年2月4日に最終駅し、キーウェストを母校として主に、 カリブ海で海軍のソナー訓練の支援を行った後、1953年12月23日に、再び退役、ニューロンドンに係留された。1960年からは、ミシガン州でドロイトにある、海軍予備役訓練センターで、前年に除籍された、タンバーの後継官として1967年まで、予備役訓練官の任務に就いた。 訓練艦任務をパイパーに譲って、あと、1970年にスクラップとして売却された。セロは、第二次世界大戦終結までに8回の紹介を行い、これらの選考で7個の従軍聖賞を受賞した。セロが行った8回の紹介のうち、第2回以外で戦果を上げ、総トン数18,159トンの船舶を撃沈した。ラスコではカウントせず、 The Official Chronology of the US Navy in World War 2 Chapter 6 1944ハイパーワー2012年3月26日閲覧では、この目標の鮮明をナンバー n o 1と神聖丸とするが、バッドドーズノットスコアエニーダメージ、オンハークオリーとも付記されているありがとうございます